ようございます。突然なんですけど、あと1時間後にね、台湾に向かいます。台湾にどっぷりハマっちゃって早3年ぐらいですかね。もう今ではね、毎月のように台湾に通ってます。今日もまた全然コーヒーに関係ないんですけど、僕が台湾に行く時の持ち物についてちょっと紹介したいと思います。今回はゴンチカンのね予定で台湾に行ってくるんですけど、持ち物はね実はこんだけ、このリュック一つでこと足りちゃいます。まずはね、これカメラ用品、充電器だとかマイク、替えのレンズ、あとフィルターとかね、あとパソコン用品ですね。パソコンと、まあ、充電器など、外付けハードディスクとかも入ってます。あとはこの通信系ですね。これはSIM フリーの iPhone。 台湾ではね、 SIM カードを買ってこれを使います。これは国内用の Wi-Fi で、携帯、これはモバイルバッテリーなんですけど、急速充電器にもなるっていう、アンカーのフュージョンってやつかな。すごい便利です。あと一番大事なパスポート。もうどんだけ台湾行ってんだよみたいなことに、えらいことになってますけど、ね、台湾だらけ、多分20回ぐらい行ってるんじゃないかな、はい。であとは、サプリとか、これタオルね。でね、僕着替えがすごい少ないんですよ、いつも。今回もね、5日間行くんですけど、2日分しか持ってきません。どうするかっていうと、シャワーをね毎日浴びますけど、その時にね洗濯しちゃうんですよね。歯ブラシとかヒゲ剃りとか入ってる中にね、この緑の液体がありますけどね、これはね実はアタックです、洗濯洗剤で。この手提げ袋みたいな、これは何かというと、こうやって広げるとバケツになるんですよ。でここに水を溜めて T シャツとかパンツとか洗うわけですね。で洗った服を乾かすために、この洗濯紐と洗濯バサミもいつも持ってってます。もうこれさえあればね、何日間行く時でも基本的には2日分の着替えがあればね大丈夫ですね。あと1時間したらね、もう出発しなきゃいけないんで、ちょっと急いで荷物パッキングします。はい、というわけでね、これからゴンチカン台湾行ってきますけど、台湾にいる間もね、スロースのブログに動画なんとかアップしたいなと思ってますんで、台湾のね模様をぜひともお楽しみに。今日は台湾旅行の持ち物を紹介させてもらいました。ではまた明日のブログでお会いしましょう。日本よりね、台湾のが涼しいかも。